はい、皆さん、こちらです。ぜひかです。それでは、今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、月曜日からも、計画的にキャッシュレスということで、今週もやってまいりました。来週からのスマホ決済のまとめということですね。いや、先週はセブンペイやファインペイがスタートしたと思いきや、まさかのセブンペイが開始4日で、お祭り騒ぎとなりましたが、まあ、気を取り直してお伝えしていこうと思います。ということで、それでは先週発表されたキャンペーンからなんですけども、まずこちらのイオンカードの最大 20% キャッシュバックのキャンペーンですね。こちらは来週からではありませんが、現在は入会期間中で、今月は7月の25から7月の31日からスタートになってます。上限金額は合計10万円まで、そして一度の支払いに上限金額は1万円。あと、ドコモの D 払いのキャンペーンと組み合わすことができれば、最大 40% の還元も可能となってます。ここからは月曜からのキャンペーンまとめなんですけども、まずはこちらのペイペイですね。現在ワクワクペイペイのキャンペーン中なので、ランチタイムやスーパーで 10% から 20% の還元を受けることができます。そして10回に1回に当たる最大1000円相当が当たるペイペイチャンスもあります。そして気をつけてほしいのは11時から14時に使うということと、あとは以前動画にもさせていただきましたが、全部のペイペイ対応のお店が対象というわけでなく、お店からのエントリー制という条件があるので、もしかするとワクワクペイペイとは対象外である可能性があるので、ここはお気をつけください。次に D 払いですね。こちらでは D ポイントの 20% 還元のキャンペーンが開催中です。で、期間は7月の1日から7月の31日まで、エントリーが必須で上限が1万ポイントまでで、金曜日土曜日だと最大 25% までいけます。で、あとクレジットカードが必須となってますのでお気をつけください。で、あのこのクレジットカードなんですけども、 3D セキュア、いわゆるその本人認証サービスに対応しているカードに限るので、ここもお気をつけください。次はファミペイですね。まあ、ファミリーマートを利用するのはファミペイを使った方がいいと思います。7月の1日から7月の31日まで。で、現金チャージで 10% 還元ですとか、クレジットカード、いわゆるそのファイマティカードでチャージをするなら 15% 還元ということで、こちらファインペイの場合は公共料金なども支払いが可能となっているので、まあ結構便利だなというふうに思います。で、これまでお伝えしたことをざっとまとめました。まず、ランチやスーパー行くならペイペイ、まあ 10% から 20% の還元。で、コンビニ行くならファミペイ、10% から 15% の還元。で、なんとですね、セブンイレブンがあるんですけども、7月の11日から、ペイペイ、ラインペイ、メルペイが 20% 還元のキャンペーンが始まります。これ気をつけてほしいのは、7月の11日からとなってます。そして、もしクレジットカードをお持ちの方がいらっしゃれば、ドコモの D 払いの 20% 還元を使ってみてください。対象の店舗はコンビニ飲食店、あとはドラッグストアなど結構あります。そして楽天ユーザーの方がいらっしゃれば楽天ペイですね。こちらは最大 5% 還元があったりとか、あとは対象店舗では 10% 還元というキャンペーンもやってます。ということで、来週のキャンペーンもかなりのカオスっぷりですが、無理に使うことなく、ご自身がよく使うお店が QR コード決済に対応していればうまく使ってみてください。ということで、月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。